確かにさっきのまたも早かった。そうよね。はい、それでは、4つのボールの見極めれるかどうかっていう後編を撮っていきたいと思います。で、前回、岡本くんが、自信満々で挑戦をしたんですけど、納得いかないと、またやりたいということなので、今回は、横山コーチと岡本くん2人に挑戦してもらいたいと思います。挑戦してもらう順番はこちらでやってもらおうと思います。じゃあ1球目いきます。はい、
ょっと待って、はい、はい、OK 書きます、返します。じゃあ、はい、ラスト4球目もう残るは、おめえ、あぶる、前回のリベンジ戦ということもありましたけど、どうでした？そうですね、やっぱり前回あれだけ大口を叩いた上に間違えてしまったんで、ちょっと今回間違えるわけにはいかないなという意気込みで来たんですけれど、やっぱり前回間違えてるだけに余計わからない余計わからなくなってしまったんですけど、まあなんとなく、なんとなくは、はい、違いが、まあやっぱりボールによってあるのかなと思いますね。なんでちょっと今回は4つとも全部当てれている気はしますね。ああ、じゃあ前回の反省も踏まえて、そうですね、前回よりも自信があると。はい、わあ、とこれは頼もしい。まあ1回打ってるからね。あ、まあそれを、まあ、言う若干の違いが答えとして1回分かってる分、まあ分かってなかったらもう本当やばいよ。いやでもこれ天才とやっぱり自称天才、よくやっぱ自称じゃない、自他と思う、自他と皆さん認める天才と僕がいるみたいに凡人と、ね、これハンデですね、前回打ってるか打ってないか。そう、はい、俺もその若干の違いは分かった。4種類とも、あ、微妙に違うなっていうのは分かるけど、その特徴を捉えきれてないというか、この、うん、あ、この感覚はこのメーカーだっていうのが自信を持って言えないけど、うん、ワンチャン合ってるかな。おお、ワンチャン合ってる気がしてきた。うん、でもこれ合ってたらすごいね。すごいですね。すごい。はい。そう。じゃあまあ、行ってみます？答え合わせ。行きましょう。行きましょう。はい。じゃあ答え合わせしていきたいと思います。はい。今回は順番に1,2,3,4皆さん2人に言っていただいて、その後僕がパッと答え出します。はい、なんでまあ最初はこの2人の感覚の違いも楽しんでもらえたらなと思います。はい、じゃあ 1球目から、じゃあ1球目、はい、どちらでもいいですよ。バタフライ、すでに TFP、 あ、もう違うね、もう違う。いやいや、でもね、いや僕も前回バタフライと TSP を間違えたので、ちょっとここを今回そこだけを間違えないと気をつけました。あ、なのでちょっと本当に迷ったんですけど、やっぱ前回、なるほどね、はい、間違えた。あ、僕と同じ間違いですね、これは。あ、やばいやばい、間違いよ、パターンあるね、可能性もありますね。
やそう、okay、まあいいや、いいバタフライと PSP、はいはい、じゃあ2球目729。いやこれは本当に分かる。これ全然違いますよね。全然違う、はい、確かにもうこれは本当に早い、なんか、うん、はい、早かったよ、打ちやすいですね。なんか若干軽いような気がする、見てても分かるぐらい早かった、うん、本当 OK、はい、まあじゃあこれが合ってるんだ、それが多分ね、一番大きい違う球なんですよね、うん、まあまだ正解はあると思う、うん、じゃあ3球目TSP 二択。すごい変わりましたね。あーそうか、TSP で二択、はい、うそ、いや13迷いますね、僕13そう、うん、13 4 134分からんかったけどそう、ということは4が俺バタフライで2択ね、はい、あいやちょっとこれ、いや僕の勝ちですね。いやうーんじゃあ、はい、いきましょうか、答え、はい、答えを、じゃあパッと出してそのから読み上げていきますね。でも僕、はい、バタフライだけは、うん、間違っちゃいけないと自分では思ってる、うん、いつも打ってるもん、はい、前回の動画の時にも言ってましたもんね。そう、そうですね、バタフライだけは間違えない、そう言ったね、まあ、僕としても間違ってほしくない、はい、そう、うん、もうここで間違ってたらもう、うん、そうなんか看板下ろしてもらおう、はい、なんか罰ゲームでもちょこっとしてほしいですよね、やっぱり。どうする、まだ答え見てないけど、自信はあるでしょ。バタフライだけは、バタフライは自信あるよ、あるよ、ある、だってバタフライだもん、うん、じゃあもう、もし間違ってたらね、なんか罰ゲームしてもらう、ね、そうですね、何か面白いことも、うん、まあ、ね、うん、コメントしてもらおうかな、罰ゲームコメントしてくださいもう違ったら、ね、違ったら、ね、できる範囲のね、できる範囲の厳選しますので、ね、まあでも、当たってるかもしれないし、そうですね、本当だね、この流れ、うん、俺、外してるね。じゃあ、まあ、答え言ってみようかな、よし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 、はい、じゃあもう1個目からまあやっぱり言っていこうかな、はい、じゃあいきます、はい、1つ目 TSP、 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 全然違う、わかんないあの弾丸、まあ、TSP さんだなっていうのがくぅ、 TSP さんかTSP さんあ、前回と同じ過ち、くっそー、そうか、前回の TSP のボールをバタフライと間違えたんで、今回間違えないと気を使ったんですけど、あ、じゃあ、2つ目、はい、まあ、これはね、大丈夫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 、729、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、まあ、これ、はい、これは本当に全然違います、違ったね、はい、違った、じゃあここだね、2が俺全部合ってるから、合ってる、はい、合ってる、あ、じゃあ僕これ3番もう違う、まあ、違うか、そう、 TSP じゃないですかね、うん、俺は日択ね、日択、これが合ってる、うん、いや、まあ、絶対違います、絶対違う、3番日択じゃありませんもう罰ゲームの内容を書く準備しといてください、もう、はい、じゃあ行きますじゃあバタフライの順番いきま、言うね、はい、バタフライの順番は3球目、え、ああ3球目、はい、よしよしマジで4番が日択です、あ、またこれでしたよね、皆さんやる前に見せたの、これまずいね、はい、いや、僕も間違えたので、しかも2度も、うん、はい、同じ間違いを2度してしまいましたあれだけ気を使ったのにもかかわらずなんでちょっと人のことは言える立場ではないのですが、いや、こ
これちょっとやばいわ。なんで、今ので、自称天才横山コーチの罰ゲームも決まったので、はい、皆さんぜひやってほしい罰ゲームコメントください。お願いします。これ流せんわ。